こんばんみ、市村正樹です。キッス、ゴーインブラインド。キッスのハードロックリフみたいなさ、こういう感じの、そういうものとは、かなり違うっていうか、初期の段階の方の、まあ、すごくね、こう、日本人には、すごく、こうね、なんか日本人の琴線に触れるというか、こう、入りやすいコード進行があって、その中の、まあまあ割とマイナーコードが出てくるよね的なところの、うん、少しだけそのキスを作る前のフォークソング時代だった頃のなんか面影があるような曲で、まあまあ右手のストロークはね、あのポールとエースが弾いてることはバラバラで、どっちかといえばポールが16分音符をチャラ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 弾いている感じで、エースがギャーンって弾いていく感じ、その二人が適当にやってて成立しちゃってるっていうのが、まあまあああいうギターが二人いるバンドの面白さみたいなところがあって、まず D がありますから、で G は別にこの G でもいいしこの G でもいいけども、僕が好きなのは薬指が2弦の3フレット、小指が1弦の3フレットを押さえているっていう、この G が僕は好きなんで。で、まあまあ、エースは、ジャーって弾いてて、その後にポールっぽくやると、こう、チャラチャラ、チャラチャラって言い方が失礼に当たるかもしれませんが、16分音符を小さく細かく弾いている。で、その後の B マイナーがね、ここでポールの指癖っていうのがあって、2弦の3フレットを中指が押さえてるんですけど、こいつを離しちゃう。これがポールの癖。ちょっとブラックダイヤモンドのイントロに近い感じのなんか音になりますよね。まあこれは B アドナインスっていうコードになっちゃう。マイナーでも何でもなくなるっていうか。これ時々こうやって。まあこの音が聞こえてくるよねな感じです。で次の2424はすごく簡単ね、簡単。まあこの辺はまあライブ映像を見てるとこうやって弾いてるけど、まあまあスタジオはひょっとしたらこうやって弾いてる可能性もなくはない、なくはない。で、そいで、ゴーギーゴーギー、うっちゃっ、ちゃまあ、一応、バツ二つ書いてあるのは、つた、っていうリズムをちゃんと、うん、プレイするために、バツが二つ書いてありますけど、ゆっくり弾くと、うった、です。で、その後に、まあ、ポールがこう、なんかこんな、いろんなアルペジオっぽいことをやっていると。で、これが、まあ、A メロです。で、B メロと非常にリズム的にも、こう、コードが違うだけですごく似ているのが続くので、間違いやすいんだけども、B メロっていうか、サビっていうか、サビかな？これ、A メロとサビしかないかな。B マイナー。A。F シャープマイナー。こういうの入ります。で、次にもう一回 B マイナーに行くんですけども、実際にはダビングしているから、B マイナーに入る瞬間は最後の4弦の2フレットから4フレットに装飾音符で入ってる。まあ、これは、スライドなのか、ハンマリングなのかは、ちょっと、どっちでもいい感じ。まあ、一人でね、ライブでやるなら、これかっこ悪いもんな。こうかな、こうかな、カーンってやってから B マイナーかな。で次は G なんですよ。これはポールは G に行くべき。でエースはこう
こういうフレーズを弾いてるんだけど、まあまあ、これはこっちでもどっちでもいいけど。こっちかなって気がするのと、この音は間違えちゃいけないっていうのは、ここが2弦の15フレットであるってこと。これ14フレットではない。こうやってコピーしちゃいがち？コピーしてると、こっちの音に行きそうなんだけども、何回も何回も聞いてれば、こっちだよねってのが、これが、まあまあ、あの、歌中じゃなくて、次ギターソロですよっていう時は、っていう風に、瞬時にして、なんかそこの、キャカキコキカキコンクイーンって言ってすぐにソロに入るので、なんか、あの、ピックアップの、ね、こう音量をこっちを10にしといて、こっちを4、5ぐらいにしといて、プチってこうピックアップを変えて、っていう風に入って、でまたピックアップをこっちかこっちに戻せばまたちっちゃい音になるっていう、そういう感じですね。ほいで、今ちょっとあのギターソロの話を一瞬しちゃったけど、ギターソロ置いといて A メロからサビ行って A メロにもう一回戻るみたいな、 DG Bm なんだけども、ここの Bm はちょっと工夫をしてこっちに行くっていう手があって、こっちでも弾けるよ。これをまあまあ今エンディングに行っちゃったけどね、これらの組み合わせですっていう話。今のがエンディング、もうちょっと大きな音でやる。最後の最後はほんのちょっとだけリッとするっていうのは、テンポが緩くなってっていうか、ちょっとテンポダウンしてトン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 チ。はい、こんな感じです。若干フォークソングっぽく聞こえる面もあるんだけど、作り方の入り口はそうなんだけども、アコースティックギターは使ってなくてエレキギターでやってると、まあ、アンプラグ等でライブでやってる時はあるけど、スタジオ版はエレキギターで弾いているからっていう、まあまああのね、ジーン・シモンズの歌メロのあの歌メロを思いついた時点で一応この曲は出来上がってるって感じはしますよね。でそれがすごく日本人にはすごくいい感じのメロディー、ハードロックバンドじゃない感じのいい感じっていうのがフッてすごく入ってくるから、人気もそこそこあると、まあ、有名曲のね、キスの代表的な曲の20位以内には入らないかもしれないけども、22、3位もしくはまあこの間のアンケート何位だったか覚えてないけど、まあそうか、10位ぐらいに入るのかな。例えばあのキスアライブ1には入ってない、その頃の代表曲じゃないけど、後々まあ、アンプラグドをやったり再結成したり、ね、メンバーが変わってやってる時に時々やってるっていう、捨ててしまった曲ではないよねっていう良さが、ね、このジーンの歌い上げる、まあ、ハードロッカーなんだけどちょっと歌い上げる、あの歌ってて気持ちいいと思うんだよねこの曲ねっていう、まあまあ弾き語りもできそうな、そんな感じでございますね。見えなき道を行ってください。じゃあねー。